といえば面白いじゃないですか。カジサックみたいなテンション。面白いじゃないですか。面白いじゃないですか。YouTuber って大抵面白いんですよ。マータソとかカスとか美容系とかでやってますけど、あれも面白いに入るじゃないですか。まあ面白いよね。だから YouTuber って大抵おもろいんですけども、はい、僕気になりました。面白い YouTuber が思う面白い YouTuber って誰？あ、なるほど。これはもう僕言わせていただきますけど、ダントツでテオくんなんじゃないですか。いや、僕が思うに中町純平ですね。純平もまあ面白いね。パッパメンバーとかちゃんとしたお笑いやってるから。でもまた違った面白さがあるのが YouTube のいいところ。確かに。いや、それでもやっぱ俺の相方寺島が1位なんじゃないかなと。ありがとう。いや、でもそれよりもおもろいよ、君の顔の方が。おーい、一人だけ絶対絶対に褒めてないな。まあお互いおもろいで狙ってやってるんで、スカイピースは面白いって言ってもらったりもするんですけども、はい、今回 YouTuber にもうアポなしですわ。腹立つな。関西弁腹立つな。アポなしですわ。腹立つわ。なんで今から電話して、あなたが思う面白い YouTuber 誰ですか。うん、もうこれ好きとかじゃないです。違うじゃない、好きと面白い。そうそうそう。やっぱり今回なんと見事スカイピースが入った場合、はい、1票入ることによって10万円豪遊できます。10万しかもその10万自腹じゃありません。僕たち食べてきたでしょ。あれだ、2人のお金ある。栄養禁止ドライブとかやったじゃないですか。年末年始毎年恒例の宝くじ企画、ね、やってるね。なんで今回俺とジンタンの個人の通帳からじゃなく会社のお金を使えるということで。うわー、ガチプライベートのいいやつだ。これは何、スカイピースさっき言ってましたけど、スカイピースって言ってくれる人もいると思うんですけど、はい、まあ、もしテオ君個人だとか、はい、例えば俺だけだった場合はどうなんですか。スカイピースです。スカイピースになるんですね。なるほど。じゃあ今回の企画はテオ君のすねをかじっていきたいと思います。いやいや、さすがに面白さはないって。イケメンとかだったら確かに俺の方には入るかもしれんけど、面白さで言うと多分テオ君のが、ん、あ、ごめん、衝撃的すぎて脳が停止してた。シッシッ。じゃあ僕ちょっと出るかわかんないんですけど、ゆうた。うわー、めっちゃいいやん。ゆうたね、寝てるか撮影してるか編集してるかしかないから空いてる時間がないんだよな。出た。おゆうた、あ、あの今 YouTuber に聞く一番おもろい YouTuber 誰っていうのを聞いてて。おお、なるほど。ゆうたが思う一番おもろい YouTuber って誰かな。え、それってチームとかじゃなくて、そのチーム内の個人でもいいときですか。ああ、どっちでもいいよ。ああ、まあなんか今その質問を受けた時になんかいろんな観点あるなと思ったんですけど、うん、いいですか、視聴者にあんま伝わらない人とかでも大丈夫ですか。ああ、いいよいいよ。個人的にめっちゃ面白いなこの人たちと思うのが、うん、スカイピースっていう人たちがいて、いやわー嬉しい。この二人の最近すごい面白くて、ありがてー。めっちゃ伝わるよ視聴者に。ボケれないぐらい嬉しい。マジ。昔から見てたって言ったじゃないですか。一緒に仕事をさせていただくようになってから、よりやっぱこの人たちすげえなと思います。うわ嬉しい。お前嬉しい。嬉しい。ありがとう。ありがとう、忙しいのに。いやいや。またねー。はい、じゃあねー。ちょっと待って、なんか告白された気持ちになっちゃったんだけど、ね、今日もさ、視聴者には伝わんないとかさ、ちょっとマイナーな YouTuber とか来んのかなとか。スカイピース、落とし方分かってんなー。嬉しすぎてオフショーの方にメモやる。裏で回ってるからね。10万円獲得ね。もう何でもいい、5万ずつの洋服買ってもいいし、オリスパとか行ってもいいし。あ、最高か。貯金してもいいの。じゃあダメなんだ、ダメなんだ。次に電話決まりました。平成フラミンゴリホ。うわー、リホもずっとスカイピースゴロゴロしたいって言ってくれてたから。ユータもリホもスカイピース好き同盟だから。そうだよね。頼むぞリホ。もしもーし。もしもーし。今動画撮ってるんだけど大丈夫？はい、大丈夫です。YouTuber の人に聞いてるんですけども、リホの思う一番おもろい YouTuber は誰っていうのを聞いてまして。あー、うわ、マジか。自分の好きな、おもろいと思う。決まった。うわいいですか。はい。サワヤンチャンネル。意外すぎるんだけど。おもろいよ。いや、迷った迷った。何と迷った。テオくんと迷った。サワヤンには勝てなかったね。サワさんに出会わなければテオくんだった。サワさん、そんなおもろいもん。サワ日本の中で相当おもろかったんだね。私のツボなんだ。めっちゃ喜んでるだろうね。ありがとう。いい彼氏見つけてね。あ、ありがとう。いや、めっちゃいい地元の友達みたいな。いや、いいな。ヘイフラってコラボしなくてもいいぐらい会いたい。うん、 YouTuber って大体コラボでしか会わないじゃん。なんか普通にラフなノリで会いたいよね。だって平成フラミンゴが2人してうち来てくれた時、俺寝てたからね。ジンタンと3人で話してた。俺と3人で話して手を寝てた。そんくらい居心地がいいの。そんくらい居心地いいから。いや、惜しかったな、テオくん。惜しかったね。歯は確かにおもろいもん。歯はめっちゃおもろいからな。シッシ。
お、授業から来てる。なんで授業に聞いたのよ。もしもし、今大丈夫？いいよ今怒ってるやん、もうちょっとジュキヤの思う面白い YouTuber 聞いてるんだけど。あー面白い、俺らに聞いたらもう身内に回るだけでしょいやいや、ジュキヤの思うだからね。 YouTuber が思う面白い YouTuber だから。あー俺が思う面白い YouTuber か。まあまあ、うーん普通に純平かな。うわーいいなーやっぱおもれと思って呼んでんだもんね。パッパファンとしては最高に嬉しいでも俺も純平だからね。おう、うん、身内でしょうか。そうそうそう、マッキオに聞いても純平だし、マリモに聞いても純平だし。シシじゃあそんな純平に、おお、聞いてみましょう。暫定1位かもしれないね。純平確かに誰がなんだろうね。自分とか言いそうじゃん。もしもし、悪徳業者みたいなトーンで今 YouTuber に聞いた面白い YouTuber を集めてて、まあ早速順平は入ってるんですけど票が。はい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 。順平が思う面白い YouTuber って誰なのかなって。なるほどね王座の余裕、王座の余裕、あの僕以外でですよね順平が一番だな、分かりつつも何だろうなあ。あーまあでも、あーなんかここでジュキヤって言ったらなんかキモい。いやー、ジュキヤは順平って入れてましたね。あー、ジュキヤ嬉しい俺。そうし、そうはいね、キュンとしちゃったファンとして。順平が思う一番面白いのはジュキヤだ。ジュキヤか、キリタンポどっちが。振り幅えぐいって。わー、ありがとう。いやもう本当その動画超楽しみでさ、ここだけじゃないですか、僕受かってるよっしゃー、車で3人には聞いてください。ここはハマってる。じゃあねー。うわー、ちょっと俺ほっこりした今。もうコンビみたいなね。ハマちゃんがまっちゃんで、まっちゃんがハマちゃんみたいな。そう、パッパでやっぱね、ジュキヤと JP はこういじり合ったりしてるわけよ、うん、でそんな2人が、まあ、改めて面白い人って言う機会ってないじゃん。で今この動画を通じて別々の場所で、うん、誰が一番面白いって、順平、ジュキヤ、これエモい。シシ、そんな順平の妹のあやちゃん。あや、さっき聞けばよかったここでお兄ちゃんだったらすごくない。もしもし、もしさっきはありがとう。ありがとうございました、こちらこそ。さっき聞けばよかったんだけど、今 YouTuber に聞く一番おもろい YouTuber を聞いてました。だからあやの思う一番面白い YouTuber を教えていただきたい。いや、男の人で。うん、男でも女でも。一番面白い人、スカイピース。うわー、マジで。コメ言ってるとかじゃなくて、うわ嬉しい。大丈夫、また買っちゃう。次もっとでかいトランク買っちゃう。もうトランクはもういらんのよ。なんて言うんだろう、分かりやすいよ。お笑いだから好きです。テオ君のなんかチンチンブラブラとか。チンチン、もうジンジンかと思ったわ今。チンチンブラブラね、ジンジンかと思ったわ。はいありがとう。いえいえ、ありがとうね、バイバイ。ちょっと待って、この企画考えたの誰？顔がイケメンな人がイケメンだと思ったら、誰？俺？やめてよって感じでちゃってる。一番面白い YouTuber 誰？って聞いてスカイピバンみたいになっちゃった。ありがとう。これもしかしてですけど、イケメンって言われるより全然嬉しいですね。いや、イケメンよりむっちゃくちゃ嬉しいよ。だってこの世で一番嬉しいのが俺、面白いだもん。可愛いとかかっこいいって言われるのも嬉しいけど、面白いが一番嬉しいから。しかもなんか分かりやすい笑いみたいな、あや、うん、が言ってくるさ。編集とかも頑張ってそうしてるもんね。そう、これ1位あるんじゃない。マジで順平とタメ晴れるってこと？晴れます。え、ちなみに誰の？俺ジュキヤ。俺順平同率。ジュキヤ、順平、スカイピース、今同率。2票2票2票。俺ジュキヤなんだよね。なんか人をうまく笑いに変えるっていうのとか、あと一般の人をちゃんと面白くできるっていうのがジュキヤはすげえから。お笑いのスキルで言ったらジュキヤにかなう人いないと思う、 YouTube で。で単体でボーンと面白いのは順平だから。そうだね、まあいろんな観点あるもんね。シシ、あ、電話来てます？中町。お、もしもし。あ、もしもし、すいません。お、どうした？あの、さっき、はい、あの、ジュキヤとキリタンポって言ったじゃないですか。はい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 。それ、ジュキヤと直樹マンションに変えといてください。なんで？ごめんなさい、え、ごめん、ずっと突っかかってて。それ、それはボケ？ボケなの？ボケっていうか、突っかかり邪魔なだけや。邪魔なだけ。え、なんか、使っちゃダメとか言われたとかではなく、まあ、あんま深くは聞かないことですけど、ボケです。オッケー、じゃあここをカットしとくわ、この電話を。なんで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 。シシ、ジュキヤ、ジュンペイと言いましたけど、ここ最近やっぱり俺とジンタンが大爆笑してる人いるじゃないですか。
あの女性ですか？マータソです。うわー、高級パンタコちゃん。もうマータソが年末年始にかけてぶちかましに来たんで、マータソが思う面白い YouTuber 誰か。もしもし。はい。なんか12歳ぐらい若返ってる。今 YouTuber が思う面白い YouTuber を聞いてて、あーね、で、マータソが思う面白い YouTuber 誰かなって。ね、それはもう何、ボケとかなしでも普通にボケ抜きのガチの面白って思う YouTuber。 いやもうこれは言わせていただくけど、うちはジンタンだと思う。うわーい、いや、それはそうよ。ですよね、スカイピースですよね。違います。あいつ、あいつ強いな。いや、やっぱ面白いっていうか、おかしいです。なんか、漢字で書くおかしいです。あー、高橋。高橋。こうだったよ。確かに。いや、確かに高橋って今。バイバーイ。バイバイ。なんだ友達。え、ってことは大丈夫ですか今。いいの3で。もちろん。よし3秒。よし。シシ。次、もう俺たちの最近の仲いいマータスとかテイフラとかじゃなくて、はい、レジェンド、はじめさんいきます。はじめさん、はじめさんはもういろんな YouTube 史を知ってますから。絶対俺たち入らんの。絶対入んない。絶対。お疲れ様です。もしもし。あ、お疲れ様です。今ですね、 YouTuber の人に聞く一番面白い YouTuber は誰っていうのを聞いてまして、サオリン。言いたいだけやー。あっつ、急にやってる。顔真っ赤になってますよ。ってなりつつ、はじめさんの思う面白い YouTuber、 人として面白いとか編集が面白いとかあると思うんですけど、どの基準ですか？もう総合で YouTuber としておもろい。プライベートでもいいですよ。もうその人としてにしますか。じゃあ、あ、もう人間的にってことね。はい。結構ベクトルがばらついてて、みんないいところあると思うんですけど、うんうん、去年お会いした YouTuber さんの中で言うと、おちょっとジュキヤ君を。俺今もう予想してました。はじめさんジュキヤだろうなって。はじめさん言ってたじゃないですか、動画撮った時、ジュキヤ君の切り抜きめっちゃ見てる。なんかジュキヤ君というよりも人の使い方が面白いというか、その人面白いんだろうなって思う。うわー、うわー、喜んでますよ、ね、最後女の動画呼んでって言っといて。もう俺たち呼ばれてますから。水着のやつとか。ちょっと俺も俺も言っておきます。ジュキヤに言っておきますね。ありがとう、伝えてて。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ジュキヤ、ジュキヤ並んできたんだけど。小学生にかけてたの。え、しやつや、やんでくれやんでくれ。ジュキヤ嬉しいな、これは。だってジュキヤってみだから嫌われてんだもん。シシ、こちらもスカイピースに票入るんじゃないでしょうか。そのベクトルで誘ってんだよ。一応ね、仲いいし、仲いいし、スカイピース好きなんじゃないかなっていうのはちょっとありつつ、はいはい、夜の人笑いにこうくんです。これは自信あります。僕もこれ俺らやれたらちょっと引く。ちょっとナイルし、もう遊ばん。ずっとこのアイコン出なくても遊ばない。そこまで仲良くなかったってことだし、別にいいよ。後でかけよう。まだ遊んであげる希望あるよね。ない。ない。シシ、この人の一番面白い人、気になるなっていう人にちょっと電話したいなと思っててですね、はい、ヘラヘラ三重師のアリシャンさん。わお、結構社長気質な方なんで、そんな人の視点から見る一番面白い YouTuber は誰なの。確かに予想はいます。もしもーし。もしもーし、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、突然。そしていろいろと騒がせてしまって、本当ご迷惑をかけております。いや、お互い様です。すいません。ありがとうございます。共に助け合っていきましょう。助け合っていきましょう。何でしょう。 YouTuber の人に聞く面白い YouTuber を聞いてまして、アリシャンさんの思う面白い YouTuber ってどなたなのかなと思って。これはもうみんなが知ってる人でいいってことなのかな。いや、もうこれから来るっていう人を言った方がいいのかな。いや、もう誰でもいい。アリシャンが普通にこの人面白って思う人、普通に見て爆笑しちゃうのはもうトワちゃんかな。おお、あれはね、すごいよ。最高におもろいっすよね。絶妙な編集と誰も使ってない音源を使うっていう。編集も含めだ。うわ、嬉しいな、トワこれ、ね、アリシャンさんからトワちゃん出ると思わなかった。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、トワおもろいよね。トワか、100歳のトワ。100歳のトワ、おはようでやんす。今日も無事起きれました。人が減ったな。ジジイだな。ババアだ。ババアか。シシ、これ順平からリクエストあったんで、まあちょっと行かなくちゃなということで、メイちゃん、クレマグのメイちゃんに電話したいと思います。出るかな。出ろ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 。これ順平大きね。出ろ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 。
男といるやん絶対。そうとも限んないでしょ。出ないイコール男と思うのはだるい人だから。ちょっとメイちゃんも出ないということで、一回こっちかけていいですか一人。ちょっと待って、俺の方出なさすぎてるから。ミキオダのミッキーです。相手のラインアプリが終了したため、あーなるほどね、終了しました。もうそもそもでアプリ落としたんだこのチーギューが。シシいいですか僕。はい、そちらのリクです。うわリク、もしもーし、もしもーし、明けましておめでとう。明けましておめでとうございます。今年もよろしくね。今ですね、 YouTuber に聞く面白い YouTuber を聞いておりまして、リックンの思う面白い YouTuber は何ですか。はい、そりゃもうあなたたちに聞きます。うわー何その流れる嬉しさ。でも前から言ってくれてるよね。でも俺が YouTuber で唯一全部の動画見てるのがリックだから。いやそれがもう本当に幸せの極み。うわー嬉しい。ちなみに今私は雪山で鍵をなくして家に入れず。やっぱおもれな。どうしようかなと思ってとりあえず立ってます。こんな中ありがとう。バイバーイ。いやースカイピースですかねとかじゃないんで。そりゃもうあなたたちでしょ。なんか好きとかはさ、結構いろんな YouTuber やってさ、言ってくれるじゃん。なこなこと仲町のコラボとかでもさ、尊敬する YouTuber スカイピースとかさ、うん、言ってくれるじゃん。それとはまた違う視点でスカイピース選んでくるの、めっちゃ嬉しくない？めっちゃ嬉しいね、それ。尊敬もしてくれて面白いって。最高かよ。でもってやったやってた。でもモテません。彼女今ブスなのに勝ってます。うざいだろ俺。俺サオリンファンから叩かれるよ。ブスなのに勝ってます。スカイピースに何が入ってまとめるか。最初に聞いたのがヒカキンさんだっけ。違う、ヒカキンさんは次。シシ、あ、ミッキーから電話来た。マジ？あの今 YouTuber に聞く一番面白い YouTuber は誰かっていうのを聞いてるんだけど。ああ。ミッキーが思う一番おもろい YouTuber 誰ですか。誰でもいいんだよ。一番でしょ。それも僕の中で面白いだけでも突き抜けたら、突き抜けたら、うん、もうブライアンチャンネルの右に出る人はいないと思ってる。確かにおもろい。忘れてたぐらいおもろい。だって俺あの人たちを見てバイオン始めたからね。笑いを作ったもう始まりの祖先みたいな。笑いの祖先。でもブライアン返信返さないんだもん。俺ら一緒にご飯行ったことあるからね。プライベート、そうそうそう、プライベートもマジでおもろい。右金玉みたいな顔してた。左ではない。左ではないんだ。ありがとう。どういたしましまし。つまんの。シシ。ちょっとまとめますか。ゆうたがスカイピース、リホがサワヤ、ジュキヤがジュンペイ、あやちゃんがスカイピース、はじめさんがジェット大好き。違う、あ、違うっけ。ジュキヤやで、アリシャンがトワ、寿司ラーメンリックがスカイピース、マウタスはジンタンだけどスカイピースとして換算して、ジュンペイがジュキヤだね。でミッキーがブライアン。もう10組に聞いた。わあすごい。今終わりにすれば優勝4票。うわあ、ちょっと俺らがやるのはずるかったんかな。え、ずるくないよ。綺麗な目。一気に自分の言ったこと後悔したわ。俺たちが聞いたからといって俺たちになる可能性なんてなかったわけだから、うん、ちょっと嬉しいんだけど。シシ、義士とかは、うん、義士いいんじゃない。興味ないみたいになっちゃった。ごめん、そんなつもりなかったよ。完全にだよ。今までまーたす、まーたすねーとか言ってたの。義士いいんじゃない。やめます。やめないで。もう本当に悪くなるね、ここでやめたら。いや本当に一回やめよう。じんたんが楽しくない人には聞きたい。違う違う、手を挙げよう。こういう時ってさ、それが笑いになってさ、じゃあかけようかな、ね、うん、やめよう。かけてくれ、俺のためにもかけてくれ。義士と俺の関係性が悪くなる。一回義士はやめます。シシ、ちょ、みゆに聞きたいな。じゃあ、あ、はい、みゆいいっすね。義士もいいよ。いや、ちょっと義士はじんたんがテンション下がっちゃうんで、女性のみゆに。もしもし、お疲れ様です。もしもし、お疲れ。お疲れ様です。今YouTuber に聞く一番面白い YouTuber は誰かっていう企画を撮ってるんだけど、みゆが思う一番面白い YouTuber は誰ですか。私が思う一番面白い YouTuber、 うん、うん、あ、待ってます。おー、誰誰だ。レイクルのドバシショーです。おー。お笑いだね。私は唯一毎日見てます YouTube。 レイクル、レイクルさんとSORは毎日男みたいなチャンネル見る。、ね、ジーザスマザファカーってこと。ジーザスマザファカー。いや何それ。そこまであるから、ね、そこまでね。さっきね、義士にかけようとしたの。はい。そしたらジンタンがすごいテンション下がっちゃったから。そういうわけじゃないんだよ、ね、やめた。あー、わかります、わかります。わかる。メンバーでも分かってくるじゃん。なんかどういう立ち回りしていいか分かんない。ありがとうね、また今年もコラボしようね。お願いします。お願いします。はい、いろいろ
聞きたいことあるんで。あれ？ジンタンさんに。あれ？私ですね。そうだね。はい。バイバーイ。バイバーイ。ということでサオリンでしたね。違うよ。聞きたいことはサオリンについて。あ、違う、それ言ってなかったの。聞かせてくれて。レイクレのドバシ。ドバシです。ということはレイクレですね。シッシ。花江夏樹さん出るかな。すごっ、お前つながりすごっ。じゃあ俺も前澤さんにかけようか。いいよ。いいんだ。じゃあ花江さんからお願いしていい？それ言ったら行くわ。お宅にじゃないですか。それ言ったら行くわ。恥ずかしい。シッシ。あ、じゃあちょっといいですか、次。木村すばるさん。木村すばるさんのライン持ってない。木村すばる、うん。あっちゃん。わっけん。わっけん。わっけんがもう一番おもろい YouTuber ね。もしもし。もしもし、お疲れ様です。お疲れ、突然ごめんね。大丈夫ですよ。今企画で YouTuber に聞く面白い YouTuber を聞いてまして、はい、あっちゃん、誰が面白いと思います？普通に答えていいんですか、これ。なんか、それ。でっかい大喜利でもある。もう普通に答えてもらって。あれ？めっちゃおもろいこと言ってきた。YouTuber なのかちょっと言わなかった。うんうん、いいよ。いいよ。はい、キヨさんですね。おー、キヨさんかに。あっちゃん、昔から言ってないそれ。スカイピースと出会った時にこれを質問されて、これ話してきました。キヨさんめっちゃ面白いもんね。普通に爆笑するぐらい面白い。そう、すごいんですよ、これ。いろんなゲームをやられてるんですけど、一つのゲームに特化してないんですよ。いろんなゲームをやられてそれを面白くしたファンいる。ガチのファンいるやん。ね、分析型のオタクおった。ありがとう、あっちゃん。ありがとう。シッシ。ちょっとコウくんから追い返しが。コウくん自信あるよ。スカイピースか、テオくん絶対。おいしおし。あ、おはようございます。寝てたな。二日酔いみたいな。二日酔いやってんの。今YouTuber に聞く一番面白い YouTuber っていうのを聞いてて、あー、コウくんが思う一番おもろい YouTuber 誰かなと。これチームじゃないですもんね、単体ですもんね。あ、いや、もうチームでも、コムドットでも、ヤマトでもいいし。僕それやったらテオか。いや、来ましたー。もうコウくんは絶対スカイピースか、テオくんって絶対言ってくれると思ってたもん。僕昨日カステラジオ聞きながら寝ました。大ファンおる。カステラジオ聞きながら寝る YouTuber。 コウくん青ラブ大好きなんだもんね。かわいい。でも動画マジでめっちゃ見てんでしょ。シベニア公開をこの1分前からと、の秒数数える。あるあるある。あれの時からやっぱ見てます。それヤバくない？待機勢だよ。ありがとう。ありがとうございます。うわー、絶対コウくんは好きだもんな。ちょっとまずね、どんだけ聞いてもスカイピースとの差が埋まらん。シッシ。気になるんじゃないでしょうかっていうカルマ。気になる。自分以外でって言います。もちろんね。もちろんカルマ、ヤマトあたりは同じ人種なんだ。同じ人種だから自信満ち溢れてんだから。もしもし。もしもし。誰？今。誰ですか？女の子。うん。起きて。うん。起きて。トレジで見て。うん。ぼーっとしてた。可愛いけど誰？じゃない。じゃない。あれ？あ、すいません、マジすいません。あ。お前何してんの？何してんの？ね、ね、子供？女の子？ちょっと。今、いや、聞かないでください、いやいや、お前動画で使うぞ。あ、マジっすか。気になるな、何あれ。いや、今のだけマジ勘弁してもらえない。出すなよ、じゃあ。今のだけ本当にもう、俺が YouTube で再生ボタン押したのだけ言わないでもらっていいですか。え、 YouTube で再生ボタン、今 YouTube 流したの。あ、そう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 。え、騙されてよ。巧妙なことしてくんな。お疲れっす。お疲れ、久しぶり。いや、ちょっと待ってください。え、ザタッチ。入ってよ、カルマ入ってよ。スカイピースイコール誰とでも絡むから、なんていうんですかね、やりちん系 YouTuber やってる。やりちんじゃねえわ。ちょっと聞きたいことがあるんですけど、カルマの思う面白い YouTuber 教えてください。自分以外です。それなくなったらもう何もなくなる。尖ってんな。いや、それは失礼やけど、いや、ガチで俺が一番面白いと思う。もうよ、分かった分かった、それは分かってた。カルマが一番面白いよ。そう、他の人に聞いてますか。うん、聞いてるけど、カルマは一票も入ってない。いえ、それそれ、ちょっとおかしいな。絶対みんな今勢いがあるとかどうたらとか、多分その質問に多分頭の中で変換して言っちゃってる人結構いる。はいはい。マジで面白いってことでしょ。もう普通にもう誰が何を言うと面白いってなったら、もう俺やもうカルマ。じゃあちなみにカルマ以外はどう。
だと普通になんかいろいろ敵を作らせようとしてる。じゃあカルマが1で2は普通にいや2位とかって言ってそのまま相手も傷ついるし、いやそんなことないよ。じゃあ取るべきじゃなかったのこれは。クオリティで戦ってる人とかになってくるとは思うんですよ。その面白いですよね、もう見てて楽しいとか。うんうんうん、難しいな。ダメだ、明確な人が言ってたやん。長いな。みんな1分だね、カルマだけ5分電話してんだよ。え、でもブライヒーやん。おぉブライヒーやん、入るよな。すげえ。はい、現場来てましたか。ミッキーが、ミキオダのミッキーがブライアンズだ。そこ俺選ぶように言っててください。カルマ1票もなかったよ。1票もないっていうか選択肢にない。どういうことですか、選択肢にない。選択肢にあっただろ。多分コメラ今やばいことになってます。いやいや、カルマでしょってまたちょっとコラボしようよ、落ち着いたら。なんで俺が落ち着いてない前提なんですか。俺たちが落ち着いてない。俺たちが落ち着いてない。あ、なんですか、また炎上したんですか。いやいやいや、またっていう。じゃあね、切るね。ありがとうね。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ちょ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 、本当に話したいことあったんだ。彼はそうだよね。絶対嫌いで大丈夫じゃないんだよね。ガチ。なんだよ。かけ直すことある。もう今日は済んだんだよ。当たり前でしょ。俺ん家に勝手に味噌汁食いに来てから。いや俺だそれ。俺カルマ家に味噌汁食いに来た。仲良すぎだろ。いいな、来てよ。すいません。じゃあお疲れっす。それだけ。いやいや、ありがとうね、電話出てくれて。やろう、また。もろしし、一人ちょっといるんですけども、カンタさん気になるね。カンタさんにちょっと電話してみようかなと。はい、トミーとか言いそうじゃない。カンタさんが悪いみたいになっちゃった。いや、これカルマ。しし、カンタさんにじゃあメッセージで。カンタさん、そこ出てくださいよ。もしもし。もしもし。ごめんなさい、タイミング悪くて。え、何？今ですね。カンタさん、どこいる？水の中にいる。水の中じゃないよ。家か。今 YouTuber の人に質問しておりまして、あなたの思う面白い YouTuber を聞いてまして、カンタさんちょっと気になるなと思って電話したんですけど。面白い YouTuber、 はい、はい、その意味合いみたいなのってどういう、笑えるとかじゃなくてもうなんとなく面白いでいいの？もうなんか自分が面白って思うやつなら誰でも。ガチな話、おい、コピ売ってるとかじゃなくて、はじめ社長さんです。うわー、はじめさん、ずっとさ見てきてたけど、やっぱ企画でうならす、ああ確かに、本当に実力があり続けてる人なんだなっていうのをやっぱり。ですね。わあ、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫だった？大丈夫だった？水中から声聞こえてる感じになってないですか？ああ、今完全に水中っすね。なんか一回かけ直そうか。いやもう変なんで切りますね。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。またコラボしてください。はい。お願いします。失礼します。はじめさん、はじめさんおもろいもんだよ。シシ。というわけで、ちょっと M1 方式で完成させていただきます。お願いします。いきます。スカイピース、サワヤン、ジュンペン、スカイピース、ユキヤ、ロンア、スカイピース、スカイピース、ユキヤ、ブライアン、レイクレイ、キヨ、スカイピース、ブライアン、はじめさん、優勝はスカイピース。ニャー！ニャー！何票入ったんですか？合計でですね、5票入る。ってことはですよ、50万円分使っていいんですか？はい。うわー、やばっ。どう使うか。50万だってね。なんかお揃いのピアスとか買う。これ人体にもらったピアスなんだけど、痛くてうぜえから新しいのにしようかな。うんうんうん、一回殴らせて。シシ。というわけで、はい、スカイピースが5票入ったということで、うわ、五条悟分買います。お願いします。ヘビログ天球賞。何言ってたの最後。無料球賞。無料。さあ、というわけで、はい、渋谷に到着いたしました。わあ、やった。ここで50万を使うってことですね。はい、まあ店内回せないんで、なんかいいのがあったら。パルコってさ、超ハイブランドなわけじゃないじゃん。うん、でも相当買えるよ。まあ何でも買えるということで。いや、何でも買えるんでしょ。何でも買える。こんな幸せなことないって。行きましょうか。行こう。シシ。いや、どうですか、スカイピースのこの
感じのスカイピースは、まあ、あんまり好かれなさそう。あの尊敬してる YouTuber には入れてもらえなさそう、うん、そうだね。だって肩に焼きそばついてたの。あの肩の情報量すごいのよこれ。見てバックもこれ、バックもこれ。カメラレンズ入れ、カメラレンズ入れか水泳は好き。じゃ水着入ってんだ、来ちゃって。まあでもかっこよさはすごいよね、うん、やっぱり。というわけで、YouTuber が思う面白い YouTuber はね、スカイピース5票入ったね。50万貸していただきました。ありがとうございます。これでこれかよ。何の動画か分かんない。この全身2つで45万です。でも靴までも一式だもんね。いやーすごいね。今後着るかなこれ。今日あの日ねって言わないとこう着なさそうだ。これが一式でクローゼットに入ってんだもんね、まんま。そうそうそう、そのまんま。その撮影の時だけ撮るんだ。最後まで見てくれてありがとう。明日山に登ろうと思って。どうして？いろいろあってさ。何？悩み事でもあんの？悩み事っていうか、何でも聞くよ。お前に迷惑かけたくねえんだよ。おめえ仲間だろうが。まだ友達だろ。次回エベレストの山頂にお花が咲いたよ。目指せ500万人、せーの、ピース。